じゃあワンベッドルームの部屋を取っていきます。エレベーターホールを挟んでこちらがワンベッドルームで、もう一つ向かい側に、2ベッドルーム、2つあるんですよね。ワンフロアで2つ、あとは非常用階段でずっと上がっていくんですけど、まだね今最終仕上げの段階なんで完全には終わってません。はい、もう綺麗になるんですけども、もう工事の途中で今入れますんでね、カメラをちょっと汚れてますけどもご容赦してください。はい、大体間取り、形、仕様、その辺をまず感じ取っていただきたいんですけど、まずこんな感じですね。ワンベッドルーム60平米のお部屋です。はい、入り口入ってすぐに、まあ、フローリングの床で下足箱が来ますね。はい、でまあこれ扉つくんかな、ちょっと扉のところがよく分かりません。このままのなのか、扉がつくかちょっと分かりませんが、下足箱があって、でシャープの冷蔵庫、キッチンですね。はい、キッチンはもうこんな感じ。一口のキッチンシンクに二口の IH のクッキングヒーター、こういう諸々の電化製品、東芝の、炊飯器とかね、ポットでマイクロウェーブですね、まあ、この辺はもう温めるチーンですね。はい、この辺は全部つきます。あと まだねセットアップができてないんで、こういうところには白いねお皿、お茶碗、コップで、あと、お箸で、まな板、包丁、はい、でお鍋とかね、あとはフライパンとか、自炊用のものもの全部つけますので、特にキッチン周りのものを持ってくるっていうことはいらないと思いますね。まあ、自炊する方だったら、まあ、ピーラーとかね、皮をこう削いだりするような、ああいうキッチン器具はさすがにつかないので、まあ、持ってきていただくとかしていただければいいかなと思います。はい、こんな感じですね。まずね60平米でリビングがあって、壁掛け型の薄い大きなテレビ台で、ウォーターサーバーですね、扇風機ももちろんつきます。コーヒーテーブルがついて、ソファーですね。で、裏側ですけどもね、こんな感じで、はい、ちょっと開けますね。はい、ちょっとしたベランダがつきます。はい、ここは3階です。ちょうどねこの下が2階なんですよね。なんでまあ2階になると目の前がこの壁が迫ってくるので、なんでしょう、ちょうどこう抜けてるって言いますかね。はい、ちょうど抜けてる。なので、まあ目の前が壁だっていうわけじゃないので、はい、3階以上がね、ちゃんと上は空が見えますから、はい、大丈夫だと思います。ギリギリセーブですね。はい、こういう、まあ、ちょっとしたベランダ、バルコニーもこうつくということですね。はい、これがリビング、ダイニング、キッチンです。でエアコンはパナソニックの2ウェイ、冷暖房ですね、両方2ウェイ完備のエアコンがつきます。はい、まあ、落ち着いた色合いでね、ウッディ調のこういう、はい、とてもいいかなと思うんですよね。で、ベッドルームですね、扉を開けまして、ベッドルームちょっとね工事のいろんな材料とか置かれてますが、これはもう関係ありません。はい、ベッドも結構大きめのしっかりとした、はい、新しいベッドですね。ここ契約していただくと、今であれば初めての入居者になりますので、はい、こう、サイドキャビネットがあって、で、窓もねこうつきます。目の前はお湯タンクですけど、まあ、抜けてるんで、ここはね視界は遮られることはありません。はい、でここもエアコンが、つきますね。パナソニックさんのエアコン、ここにも冷暖房の、エアコンがつきます。あとクローゼット、執務机、勉強机がつく。ちょっと中開けてみますね。はい、そんなに、まあ、単身向け、もしくはご夫婦専用のお部屋なので、そんなにねたくさん、はい、収納はないんですけども、こういう感じ。はい、上はまあスーツケースを掘り上げるぐらいのスペースはあるかなと思いますね。はい、どうでしょうかね。ここがまあ勉強机、電源ももちろんあります。はい、でここもね電源があると、こんな感じですよね。で天井もそんなに低くもなく、はい、で黄色と言いますかね、黄色いランプ、落ち着いた、まあ、ランプ、パーッと明るすぎるものでもなくですね、ついてて、でレースのカーテンと遮光カーテンが2枚ちゃんとついてる、これ遮光カーテンですね。はい、ここはまあそんな開けっぱなしにすることはなくてね、普通は寝室なんで、まあカーテン閉めることの方が多いと思うんですけど、はい、でバスルームですね。はい、洗面があって、乾燥機能はつきませんけど洗濯機、はい、ついてるんで、ウォシュレット付き、TOTOウォシュレットの付きの、はい、便器ですね。
で、あとは、はい、洗い場がついたバスタブですね。洗い場付きのバスタブ。ここのね、最大のメリットの一つは、これオイルタンクは80リットルあるんですけど、その上に、はい、まあ、大容量のオイルタンクがもう一個あるんですね。だからそれと足してお湯が張れるので、まあ、大体毎日肩までゆったりとね、まあ、暑いんでそんなに長風呂はいらないと思うんですけど、若干今みたいにこう寒い冬があったりしますから、はい、肩までゆったり浸かるお湯の量はしっかり取れます。それがここの一つの売りなんですね。はい、バスルーム、はい、60平米のワンベッドルームですね。ここが今3階部分、はい、現在ご紹介できる部屋ですね。4階から以上は全部もう決まってます。2ベッドルームの方もかけさまでね、もうこれ決まってるんですよね。はい、なのでもうこういう人気のある関係民通りっていうね、金馬の林内エリアの中にあって便利なところで、新築のまあサービスアパートで、ね、かつまあ1000ドルぐらいのねやつってなかなかまあもうないんですよね。すぐに手がついてしまうという状況なんですけども、ここが今かろうじて空いてるのでおすすめしております。はい、どうでしょうかね、窓から見える景色、はい、壁が迫っていることはありません。抜けてますので、そこはまずご確認していただきたいなと思います。はい、まあ、内覧等ご希望があればね、一発ハノイリビングの方までお伝えください。中をねまず見ていただいて、はい、で、ご紹介します。で、ここでまあ今ご紹介しているところです。ちょうど1000ドルですね。1000ドルといっても60平米1000ドルでワンベッドルームで、はい、とても新築の割にはリーズナブルだと思います。はい、でこの1000ドルの中にはサービスなんで、はい、税金と管理費、レッドインボイスは出ます。はい、ちょっと今ねガーッと音鳴ってるのは工事中なんで申し訳ありませんね。で、あとはハウスキーピングサービスが週3回つきます。掃除、週5回ですね、すみません、掃除は週5回、ベッドメイキングも全部やってくれます。で、水回りのまあお茶碗の、まあ、洗ったりね、あとはこう水回りね、バスタブの周りとかこの辺をきれいに磨いてくれたり、はい、それも水垢が、まあ、つかないように洗ってくれたりこすってくれたりももちろん週5回やってくれます。ゴミを捨てる、はい、あとは週3回は洗濯もしてくれます。洗濯とアイロンがけまでやってくれます。なので、はい、もう本当単身者には優しいアパートですよね。サービスがついてます。あとはインターネットの使用量、光ファイバーの速いWi-Fi 付きのインターネットがもちろん、設置します。家賃に入ってます。で、テレビでね日本のチャンネル見たいなというのが多いんですけども、7チャンネル、 NHK も含む民放合わせて7チャンネルまで視聴するサービスもつけてます。あとは蛇口をひねって出るこの水道料金、はい、飲むことはできませんけどもね、この水道料金も、家賃に含まれてます。いくら使っていただいても家賃中なんで変わりません。あと飲み水も大事なんでこのウォーターサーバー、冷水温水ネット両方出せるんですけどもね、はい、この上にガボッとはめ込む19リットルのウォーターボトル、はい、これまあ一つで300円ぐらいはしますが、それも1ヶ月で2つですね、2本サービスとしてつけますと、はい、あとはもうこの家具とか電化製品の使用量全てが含まれて1000ドルだということですね。いかがでしょうかね。1000ドル、単身者1000ドルっていうのが一番やっぱり、よく一般的に多い、相場って言いますかね、家賃相場のものですから、はい、ちょうどの、物件で、ね、なおかつ新しく、はい、で林南の本当真ん中に立っているサービスアポートだということですね。それを含めて総合的に判断をしていただければと思います。はい、いかがでしょうかね、林南の真ん中にあります、はい、ファンケイビン通り、新しい通りに立つ、新しいサービスアパートのご紹介です。